ギルドマスターか。ともかくアットホームに行ってみるか。ギルドマスターを押し付けられたからな。カナードのアットホームに行くか。NPC か。オイラ、グランディ族のデスランディ、このアットホームの管理人。でもオイラ、お前認めない部費は。ギルド運営には直感と才覚が必要。部費、お前にそれが備わっているかどうか試してやる。部費、これから2つの課題をお前に出す。部費、2つともクリアしたらオイラはお前をギルドマスターと認めてやらないこともない。部費、まずは第一の課題。部費、グランティ族の三種の神器、グランティの帽子、グランティの蹄鉄、グランティの毛筆、これをギルド
メンバーと協力して集めてくる部費、神器はオイラの仲間が持ってる部費。真心込めて土下座すれば鼻くそみたいなお前にもきっとタダで貸してくれる部費。仲間は町の中をお散歩してる部費。ちゃっちゃと探して神器をゲット部費。気に入らねえ。この生意気で変な生き物絶対気に入らねえ。グランティのイベント起きたね。なんだイベントって。ギルドマスターの試練イベントだぞ。初めてギルドマスターになった時、グランティに課題を出されるんだ。 NPC のお使いをする趣味は俺にはねえ。でもイベントをクリアしないとアットホームの機能が全部使えないぞ。で、ハセオはどんな試練を出されたの？レアアイテムを見つけてこいってさ。その試練は受けたことないな。まあいいか。町の中にいるこいつの仲間探せばもらえるんだろう。こんなのすぐ終わらせてくるさ。頑張れハセオ。こうやってぼんやり川を見てるとなんだか吸い込まれそうな気がしてくる。うる、水の底にはお魚の宮殿があるっておばあさんから聞いた。うる、きっとしめサバとかスモークサーモンがピチピチ泳いでる。うる、行ってみたい。うる、あ、僕にご用うるか。お兄さんからはデスランディの匂いがする。うる、匂いが教えてくれた。うる、お兄さんこれが欲しい。うるね、じゃあさよなら。うる、うわ、お魚の宮殿に行きたい。うる、想像しただけでよだれが出る。うる、黄昏の船へようこそ。ネロ、ハセオ君、長い間待っていた。ネロ、君が来るの。感動のあまり声も出ないネロな。君の求めているものなど私にはお見通し。ネロ、これを持っていくといい。ネロよ、では行くがいい。ネロ、you
今日も夕日が沈むガッハな。哀愁ガッハ、ロマンガッハ、そして夕暮れに佇む俺様は超絶男前ガッハ。おう、お前もなかなか男前ガッハな。でも俺様にはかなわないガッハ。うん、俺様の色気を体得したいガッハか。いいガッハ、これでもかぶって男を磨くガッハ。ガッハッハ、まずは夕日が目にしみるまで頑張るガッハ。遅い部品ね。まったくお前は豚のように呪い部品。集めてきた三種の神器を早くこっちによこす部品。代わりにこれをくれてやる部品。では第二の課題部品、それをギルドのメンバーと協力して売りさばく部品。さっさと行く部品。ショップなら長谷尾の得意技じゃん。俺はもう二度と売り子はやらねえ。結構様になってたのにな。それじゃオイラが売り子やる。グランティに話しかければメニューが開くから、さっきグランティからもらったアイテムをショップどんぐりの商品リストに入れてね。頑張ってアイテム売るから、ちょっとの間待つんだぞ。それとお金の回収をするときは中央区のギルドショップまで来てね。は？なんで俺が金の回収までしなくちゃいけないんだよ。お金の回収もギルドマスターの役目なんだ。めんどくせえな。まあ、わかったよ。ああ、こないだショップに来たボウだったか。会えてよかった。あの時のお金
返そうと思って。あれは負けてやったんだから別にいいんだよ。でもくどいのは嫌いだ。人の行為は黙って受け取れ。ありがとう。僕カセお兄ちゃんのそういうとこ好きだな。な、突然何言ってんだお前。だって本当にそう思うんだもん、はあ、今日は何して遊んでるの？また店員さん？ま、似たようなもんかな。ギルドマスターってわかるか？うん。まあそれになっちまってな、今そのイベント中。ギルドマスターなんだ。さすが長谷お兄ちゃんだね。まあな。じゃあ、イベント達成おめでとう、長谷お兄ちゃん。よかったね、長谷お。おい、無理して買うことなんか。いいの、長谷お兄ちゃんの役に立ちたかったから。だけど人の行為は黙って受け取れでしょ。そうか、そのありがとうな。NPC の言うことじゃねえか。でもマスターとしては認めない部品。お手伝いさんとしてなら雇ってやっても良い部品。僕がギルドマスターになった時もこんな対応だったよ。変なイベントだよね。そう、これはただのイベント。イベント、お手伝いのお前にはこれがふさわしい部品。この豚何しやがる。豚じゃない部品、グランディ部品。今貼り付けた札はお前の行動を監視するありがたいお札部品。お前の中に刻まれちゃったからもう取れない部品。これでお前がどれだけオイラのギルドに貢献したかすぐにわかる部品。名付けて800友人の札ブヒ。さあ長谷尾よ、ギルドのため馬車馬みたいに働くブヒ。そうだねえ、長谷尾、蒸気バイクに乗れるようになったんじゃないかな。そういえばバイクの取得条件って最初のグランティイベントクリアだったっけ。早速試しておいでよ、町やフィールドでの移動が。もしもし、聞こえる部品か。どこから喋りかけてる。
がしても無駄部品。お前に貼り付けた符、直接お前の脳に喋りかけてる部品。ああ、命令口調かよ。なんか言った部品くんって聞こえてんのかよ。オイラには何でもお見通しだ部品。隠し事は無駄部品。グランティアンが疲れたな、どけよ。あれ、ハセオ、こんなとこで何してるんだ。ハセオはアリーナによく来るの？参加したことはあるの？いや、参加したことはない。本当に？あの死の恐怖が？ PKK とアリーナバトルは関係ないでしょう。観客の見せ物になってランク稼ぐなんて俺の性に合わねえし。アリーナはね、 PK とも無関係じゃない。 PK と？悪質な PK の横行に頭を悩ませた CC 社は PC 同士の戦闘の場を公に設けたんだ。アリーナの存在によってザ・ワールドのモラルの安定を図ったんだね。結局柄の悪い PC のたまり場みたいになっちゃったけどね。そんな経緯があったのか。ハセオ、もう少しザ・ワールドのいろんな面を知った方がいいぞ。アリーナには、コーマ級、ヘキセイ級、龍拳級っていう
3つのクラスがあるんだ。最初に挑戦するのは高魔球のクラスかな。お前らがアリーナ好きとは意外だな。そんなに来るわけじゃないよ。ただ今日は、はあ、そろそろ始まるんじゃないか。行こう。始まるって？今日は高魔球のチャンピオンが出場するタイトルマッチがあるんだ。チャンピオン？彼は変わり者だから、トーナメントの防衛戦以外じゃめったに戦わないんだ。ラッキーだったね、ハセオン。戦うことに魅せられ、勝つ快感に酔いしれた男たち。その凶暴なまでの雄たけびが聞こえるか。チャンピオンの座をかけた男たちの伝説を語ろう。高魔球タイトルマッチの幕開けだ。いよいよチャンピオンのタイトルマッチが始まるよ。何人もの挑戦者をひれ伏してきたその剛腕が天高く突き上げられる。大観衆の視線は俺たちのものだ。さすが、あいつらが挑戦者か。ただでかいだけじゃん。まさか、彼らは最近メキメキ腕を上げてきた人気急上昇中の新鋭ランカーだよ。来たあいつは。あいつがチャンピオン？そう、彼が連戦連勝のチャンピオン、エンデュランスだ。エンデュランス。おい、ちょっと待てよ。おかしくないか？ハセオ、どうしたの？なんで相手は3人なのにチャンピオンは1人なんだ？そこがエンデュランスのすごいところなんだ。彼は今までアリーナの戦いで一度もパーティーを組んだことがないのさ。そんなのありなのか？アリーナ規定にはリーダー1人を含む最大3人パーティーでの参加が可能とある。一人で参加しちゃいけないなんて決まりはないんだよ。普通はやらないよな。不利なだけだもの。はあ、始まるぞ。おお、よれよれ。なんだよ、逃げてるばっかりじゃねえか。エンデュランスの戦い方はいつもこうなんだ。まずは相手に攻撃させるのさ。何かを見極めるみたいに。んなこと言ったって攻撃しなきゃ勝てないだろう。やつめ。つまらないな。こんな戦いでは彼女が退屈してしまうよ。お前ら、あれが見え…アバター。そうだ、アバターは昼に使いにしか見えない。ハセオ？いや、何でもない。
消えてくれ。君たちはみんな醜いただの人間だ。何？チャンピオン、今何やったの？瞬殺？あんなスキル、あるんだ。すごかったね。っていうか、途中から全然わけわからんって感じ。あれが上級者の戦い方なんだよね、きっと。ハセオはさすがだな。ちゃんとわかってたみたいだし。そうなの？あんなもん。ん？あんなもんは戦いじゃねえよ。へ？帰ろ。ちょっと待っておくれよ。エンデュランスは非分使いなのか？非分使いがアイダと一緒にいた。なんでだ？エンデュランスが非分使いだと GU の連中は知ってるのか？聞けないよな、今は。あ、オーバン！やあ、ハセオ。やあじゃねえよ。オーバン、訳を聞かせてくれ。こっちはあんたのおかげで散々な目にあったんだからな。トライエッジ、倒せなかったか。どうやらもっと強い力がないと奴には勝てないようだ。チキショ、このままじゃ。アリーナでエンデュランスの戦いを見ただろう。ああ、あいつは一体何者なんだ？奴は満たされない思いを追い続けるもの。満たされない？ある意味において
お前と同じだ。しかし奴はお前に足りないものを持っている。なんだよそれ。その答えはお前が一番よく知っているはずだ。俺はいつだって待っている。お前が。俺が？いや。なんだよ。また会おう、ハセオ。って、おい待てよ、オーバン。ちょっとあんた、こんなとこで何してんねん。お前は、お前こそこんなとこで何してんだ。なれなれしく話しかけんといて。誰よあんた。サクはお姉ちゃんだよ。この PC 昨日までサクが使ってた。ああ、姉ちゃんの方か。なんや、人の顔ジロジロ見てキショいわ。あ、わかった、あんたもエン様目当てやろ。ダメ、許さへんよ。エン様はうちと赤い糸でつながってるんやから。エン様？おい、もう急に走り出すからびっくりしたよ。あんたら、うちの絵。みたいなカスが口聞ける存在とちゃうんや。とっととそこどき。お前一体何者だよ。ロストグラウンドでアイダと一緒にいたのはなぜだ。さっきの戦いで出したやつはアバターか。君にも彼女が見えたんだ。だけどそれだけか。君には力がない、うん、彼らを理解する心もない。見えたところで大勢の中の一人には変わりない。君は何もできないまま年を取って、そして死んでいくんだ。かわいそうに、かわいそう、かわいそう。叫んな！俺に力がないだと、大勢の中の一人だと、何上から物言ってんだよ。証明してやる、俺の力を。お前をぶち倒してな。僕を倒す？どうやって？何がおかしい。無理、君にはできない。無茶だよ、あんな短歌切っちゃってさ。うるせえ、人を見下すやつは許せねえんだよ。あいつ、絶対倒す。やっぱすごいな、ハセオは。でもさ、どうやってチャンピオンと戦うの？まずトーナメントを勝ち抜かないとね。トーナメントか。ハセオは
長い道のりを歩むんだな。どういう意味だ？トーナメントは普通のフリーバトルとは別に CC 社公認で行われる公式戦なんだ。参加資格はそれぞれのコロッセオに登録した上位16組のランカーだけに与えられる。今からじゃ難しいよ。フリーバトルで勝ちまくって上位ランカーになりゃいいんだろ。あは、簡単に言うな。レベル20以上はないときついよ。パーティーも集めないと。お前らでいいじゃん。もうおいらは無理、絶対無理。なんでだよ。ガスパーは極度の上がり症なんだ。たくさんの人に見られてるって思うだけで手が震えて何もできないよ。僕は長谷尾がどうしてもって言うなら協力するけど。じゃあと一人か。パーティーバランス的には回復スペルが欲しいね。呪文師系の知り合いはいないの？呪文師。どうかしたか？なんでもない。とにかく3人揃わないとね。2人でも参加はできるんだろ。エン様とやらも1人で参加してたじゃん。エンデュランスは例外だってば。長谷尾はともかく、僕みたいなヘッポコが真似しても勝てるわけないよ。分かったよ。あとのメンバーは俺が何とかする。見つけたら僕も誘って。じゃあよろしくね。呪文師系ね。やっぱりあいつ、いやでもな。とりあえずログアウトしてアリーナの情報でも集めるか。やっぱりこいつを誘うしか。でもバトルとかアリーナとか嫌いっぽいよな。どうする？デルタサーバー過疎消し石製の怠け者に後に誘ってアリーナのこと頼まないとな。
然だったのにオーケーしていただいてありがとうございます。この前の分まで頑張っちゃいますよ。ほら、昔から備えあれば憂いなしって言うじゃないですか。ということで、こんなものを用意してみちゃいました。つーか、こいつ経験値稼ぐ気ゼロだね、ね、お役立ちでしょ。ああ、悪いな。今日は早起きしていろいろ準備してきたんですよ。こういうのなんだかピクニックみたいで楽しいです。そうか。まあ機嫌も良さそうだし、意外にすんなりと引き受けてくれそうだな。手早く獣人像まで攻略してアリーナの話を切り出してみるか。ハセオさん、行きましょう。獣人像を目指すならこっちが近道だな。あ、待ってください。こっちの道にしましょう。あ、そっちは行き止まりじゃないのか。いいからいいから。ぼやけてるけど、大きな機械があるの分かりますか？ああ、分かる。あの機械、紋章法って名前なんですって。昔、人間たちはあの機械にアウローラの力を込め、神々の国へ向けて撃った。神々は仲間の力によって滅んでしまい、人間は神殺しという罪を背負うことになった。それってあれだろ、公式ページの世界観とこに載ってるやつだろ。そんなの単なる設定。でもこの世界にとっては現実です。それにたとえフィクションだったとしても、この場所で私たちが感じる痛みや悲しみは現実のもの。感じねえよ、んなもん。それはきっと意味のあることだと思うんです。はあ？だってそうやって私たちとこの世界はつながっているんだと思うから。そんなんお前だけだっつうの。もしかしてつまらなかったですか？足りねえだろ。あの長谷尾さん、なんかよくわかんねえけど、そんな考え方もありなんじゃねえの？はい、じゃあ次行きましょう。次。畜生、まずい。やっとこら、変ほらよ。やっこら、やっこら、これで取りましたか？
そんな話すほどのもんじゃねえよ。教えてくださいよ。私はちゃんと教え、言っちゃった。大きな声出したからかな。私たちも行きましょうか。こいつ、やっぱ苦手だ。蹴散らしてやる。
てましたね。ザ・ワールドの世界では、人は蒸気文明に支えられています。その蒸気の力はこのチムチムが人に分けてくれている。ゲームの世界観の話だろ。そう。でも私もハセオさんもここにいる。この場所でザ・ワールドで生きてるんです。だからゲームの中だからって感謝とか思いやりとか忘れちゃダメだと思うんです。ちゃんとまっすぐにこの世界と向き合っていかなきゃダメだと思うんです。ハセオさんはザ・ワールドでまっすぐ向き合えるような人と出会ったことがありますか？私にとってそれは榊さんなんです。もちろん長谷尾さんも。じゃあ行きましょう。いや、あとちょっと頑張ってくださいね。もうすぐ着きますから。ああ。
何が？このお花ですよ。ね、すごいでしょ？お花畑みたいでしょ？長谷尾さん、お気に召しませんでしたか？いや、すげえな。お花畑よりもあんたがすげえよ。でしょ？ここ、私のおすすめスポットナンバー15なんです。ベスト20とかあるわけ？いいえ、全部でナンバー132まであります。ああ、そう、先行こうか。はい。あ、今度はなんだよ。ラッキーアニマル。何？あれは、ついてるぜ、キングだ。ダメー。は？ダメです、長谷尾さん。ケッチャかわいそうです。こらえろ、俺。我慢だ。ここで切れたら、アリーナが。そう。それもそうだよな。かわいそうだよな。そうです。こんなにかわいいのに。くそ、キング。こうやって、のんびりお散歩してるのがこの子にとって一番幸せだと思うから、だからそっとしておいてあげましょう、長谷尾さん。じゃあ先行くか。はい。ごめんなさい、経験値そんなに稼げなかったですよね。まあ
たまにはこういうのも悪くないさ。よかった。私、経験値稼ぎってそのあんまり好きじゃないんです。数字ばっかり気にかけて周りの素敵なもの見えなくなっちゃうでしょ。そんなのなんだかもったいないじゃないですか。お前さ、アリーナとか行ったことある？いいえ、行きません。 PC 同士で戦うなんてなんだか怖いですし。そうか？人を倒してランクを稼ぐなんて、私はっきり言って嫌いです。でも、なんだあれだ、お前ももう少しザ・ワールドのことを勉強した方がいいぜ。一つ聞いてもいいですか？なんだ？長谷尾さんは人に勝つことが好きですか？何言ってんだよ、嫌いなやつなんかいないだろ。私は嫌いです。っていうか勝てた試しがないんだけど。でもいつも負けてるから、負けた時の辛さはわかるんです。この場所、私が始めたばっかの頃クエストに使われたエリアなんです。タイムアタックのクエストだったんだけど、私こんな性格だからダントツのビリで、みんなにすっごいバカにされちゃったんです。それ以来競争とかのイベントには参加してません。だからアリーナも嫌いってわけか。アリーナだけじゃない。人よりレベルを上げて、人よりいい武器を求めて、その先にあるのは何ですか？力を誇示して相手を打ち負かして、そこから何が生まれますか？ RPG で強くなりたいってのは当然の欲求だろ。だけど長谷尾さん、それだってゴールはないんですよ。ちょっと立ち止まって、足元に咲く花とか綺麗な景色とか、そんなザ・ワールドの出会いを楽しむことだってとっても大切なことだと思うんです。出会いだと？立ち止まってだと？無理、限界。バッカじゃねえのお前。こんなもの、こんなもの、こんなもの。いいか、こんなもんただのデータなんだよ。ポリゴンにテクスチャー貼っただけのただのフェイクなんだ。こんなハリボテ世界のどこが綺麗だって言うんだよ。長谷尾さん、このザ・ワールドで唯一リアルなのはな、プレイヤーだけなんだよ。より強くなって相手を打ち負かす、それが俺たちのつながり方なんだ。こいつはそういうルールなんだって。それが悪いのかよ。答えろよ、どこが悪いか言ってみろよ。そんな、帰れ。え？紛らわしいんだよお前は。二度と俺の前に姿を見せるな。シナの顔で立ち止まれとか言うなよ。アリーナの3人目の当てがなくなっちまったな。カナードのアットホームに行って報告だけはするか。
受け取られよ。おっほん。できるはず。はずっていうのがなんかロボットか。オイラワクワクしてきたぞ。Thank you.
さてと。ナックルマンっていうぐらいだからやっぱり拳で攻撃してくるのかな。早くロボに会いたいぞ。緊張してきた。あ、ほら、うん、ほら、ダメだ。ほら、せや、せい、ほら、ほら、うん、ほら、ほらよ。ユーズ、これは。天下中層です。は、せや、待て。ほら、逃げろ。
やっちゃうぞ。あっ、ほら、テンテン、とどめろ。ナックルマンか。行くぜ、速攻でぶっ飛ばす。行くよ。やっ、やってやるぜ。よし、オイラも頑張る。せい。これすら書くなよ。やってやるぜ。よし、オイラも頑張る。せい。
超人。
ンほらよ。
おお。おっほん。どういう性別の設定なんだ、アーリア。このクエスト、難しそうだね。化石探しみたいで、ワクワクするぞ。